盛大に開催されまして誠におめでとうございます。これより木遣りのちょっと説明をさせていただきます。木遣りには5曲ございます。ただいま入ってくる前に掛け声がをかけましたのがマナブルという曲で、これから出発するという合図の曲でございます。それから道中木遣りの小デコという曲で入場してまいりまして、この番に立ちましてからちょっと力強い曲に変わりましたけども、これが大デコという曲でございます。これは御柱とかエコー柱を坂道に差し掛かりまして力が必要な時に歌われます。それからこれから洋曲に続きまして歌われますのが咲き綱という曲で、お祝いの時に歌われる曲でございます。最後になりまして退場の時に歌います曲が道中木遣り鎌倉という曲で、これは香料送り等にお酒を飲んだ後歌う曲でございます。それでは木遣り真っ白会よりお祝いの木遣りを申し上げます。花酒場つげんと石山里の向かいは来たり生
身を締めて奥も
Yeah.